こちらは大友宗麟の絵で、こちらが、立花宗茂の絵です。立花宗茂も実は大友の一門なんですね、これ。後に、戦国、まあ、豊臣大名、徳川大名として活躍する、関川で活躍する、この、立花宗茂っていうのも実は大友一門であって、結構大友一門って、いろいろ、おるということです。大雑把に言いますと、大友一門っていうのは、こういう風な感じに大友氏はできています。中原親吉の養子である大友義成から始まって頼秀で、その弟初代義成の子孫からこの高橋、この高橋氏から高橋常雲が出て、その高橋常雲の実子が立花宗茂です。田原義弘というこの辺りも重臣で、ね、義弘秋田とか田原近方とかそういう戦国武将が、出ています。別紀氏、この二代目近秀の、諸子から別紀氏が出ています。川、地名は棺なんですけども、氏族名は別紀氏と呼んでいる。で、この別紀氏から、立花道雪が出ています。立花道雪の、娘の立花銀次郎と、それから高橋常雲の息子の、宗茂が結婚して、まあ、いわば、婿養子に入る形で、立花宗茂が生まれていると。で、立花宗茂の立花っていうのは、南北朝時代の大友貞宗の息子の大友貞俊、彼が立花城を築いて、それ以降、立花なんですけど、まあ、この貞俊は事故というか事件で廃人しますので、弟の宗忠が継いで、貞俊の医療を継いだ宗忠の子孫が、いわゆる立花で、これは後に、宗家に謀反を起こして滅ぼされて、別紀、秋貫という人物が、立花を一応継承すると。ただ別紀秋貫はそのまま別紀を名乗り続けて、その、娘と、その息子の代に立花という名前に改姓すると、いう感じになっております。そういう、大雑把に言うと、大友氏というのはそういう一族であって、有名なあたりはこの、その今の高橋、それから別紀、それから立花、この宗家の、大友宗麟というのが、まあ、戦国時代には有名な人物になっていきます。と大友宗麟の子孫である、この中原親吉、これはどういう人物なのかということですけど、いろんなこと言われてるんですけども、まあ、今のところ、大雑把に言いますと、ちょっと一つこれ間違いがあって、おそらく現在考えられているのは、大江の広元は、養子であるというふうに考えられています。これいろいろあるんですね。大江の広元とこの中原広瀬の間とかいろんな意見があって、まあ、吾妻鏡に書いてある範囲では大江の広元というのは一応養子になってくると。中原広瀬の、息子の中原親吉と、いうことになります。こちらがおそらく実子だろうと。養子が大友吉なので、まあ、吉の字をもらっていることがわかります。大友義直というのは中原親吉の養子なんですが、実際には近藤義成という人物の息子にあたります。で近藤義成というのもよくわからない人間なんです。これも系譜はちょっとわからないです。ただ弟が武藤頼平で、その頼平の養子に助頼がいて、その助頼が小児氏につながっていく。この近藤義成と利根の局の間に生まれた大友義直が養子に行く。中原親吉の兄弟の大江の広元は、後に毛利氏になっていくということで、まあ、結構戦国。で、この小児氏の文系から、鍋島氏が出ています。だからまあ、結構、この大友、毛利、鍋島、このあたりは、何らかのつながりがあるタイプです。と、大友氏の出自について、まあ、先ほどの、経図と往復しながらやりますけども、名字の地は、これは相模の国、足柄上郡の、大友郷です。これはどうも、母の姓か、この秦野氏の、秦野氏の、出自である、この母の姓かの、所領を、大友義直が、引き継いで、大友の名前になっているんです。父親は、相模の国、愛好郡、古城の、近藤義成です。で、この近藤義成の先祖っていうのは藤原であったり、藤原と称していたり、いろいろあって、ちょっと分からない人物です。
で、我は廃人していると。で、この旗のし、女、隣の坪根と思いますが、彼女の間に生誕していますが、割合早くに父を失って、母のつな、がりである中原親吉の養子になっています。で、この中原親吉という人物ですけども、中原の広末の、実子と考えられています。大友氏の、系図では、藤原の光吉、大納言の藤原の光吉の実子で、中原の広末の、養子になったというふうに書かれてますけども、まあ、これはあんまり信用するんでね、おそらく 中原の広末の実子ということでいいだろうと。で、あの、中原の親吉っていうのは、名簿博士、家紋の神等を経て、その後、だから朝廷でそこそこ、下級官人として実績を残してから、頼朝に仕えていると。これは、いろいろ言われるんですけども、ただ彼は、若い頃は、相模の国によって頼朝と仲良くなって、一旦京都に登って仕えていたが、頼朝が拒否したのでやってきたとか、まあ、いろいろその実際にはどうも京都生まれの、京都育ちの、下級官人で、地下の官人、地下官人で、何らかのきっかけで頼朝に仕えたと。で、その前は、ちょうどこの、頼朝に仕える直前後あたりには、村上源氏の源の兼友という人物と、村上源氏の、貴族に仕えていたようです。で、九条兼実との連絡役、頼朝の、連絡役なども、行っておって、まあ、そういう形で、もともと頼朝との関連はあっただろうと。頼朝に仕えた後は、頼朝の代官として上京しています。この上洛した時に、彼は義経軍と共に上洛するわけですけども、義経軍の中に、まあ、つけられた頼朝の代官として、梶原景時と、中原の親吉が、まあ、おるわけですが、まあ、当時、源義経という名前は全く、京都人には知られなかったんで、京都の人々はこの中原の親吉が総大将であるというふうに、誤認していたという話もあります。まあ、実際に朝廷との交渉に、入るときに、その交渉をやったのは中原の親吉です。もともと貴族等に仕え、九条兼実との人的関係もあり、彼自身、都で名簿を博し、あるいは家紋の神等の官職を経ていますから、まあ、朝廷と知り合いが多かったということで、朝廷と頼朝との交渉には、この中原の親吉の存在を受けた。その後、公文書の寄り誘導を経て、再び源範頼の、戦奉行として、上洛し、範頼ともに行動を共にすると。鎌倉に帰ってから万所奉行人、その後京都守護を経て、頼朝の守護は鎌倉殿の13人という、中に入ります。だからまあ、再来年の大河ドラマでは重要な、場所を与えられるはずです。そういった形で頼朝からものすごく、重用された、大江の広元の並んで、非常に重用された、まあ、頼朝を支えた、いわゆる頼朝の将軍独裁期を支えた有能な人物の一人ですね。大江の広元、三好康信、それから中原の親吉、まあ、この3人あたりが、がっつり頼朝を支えて、この、彼ら官僚集団を使って、まあ、頼朝の独裁が出来上がっていると、いうことです。頼朝の死後は、重臣の13人の中の一人として、まあ、鎌倉幕府のあれをリードすると。で、各地に所領を保有していますが、その書類の中に、まあ、伊勢の国から、紀伊内から、九州から、陸奥からも、日本のあっちゃこっちゃに書類を持ってますけども、そのうちの豊後の国の書類を、養子の吉野に相続させたんじゃないかというふうに言われています。大友氏は、まあ、最初から、豊後の国には深い関係があったことは事実です。先ほど出た大江の広元ですけども、大江の広元は、実は父親はわからない、大江の惟光と書いてあるものもあれば、藤原の光吉、あるいは中原の広末の子供であると。ただ、吾妻鏡には、大江の広元の、申し状があって、そこによると、自分は大江の惟光の、実子で、父親が早く死んだんで、中原の広末の養子となって、中原を名乗っていたんだが、今、大江氏の没落を目の前にして忍びないので、大江氏に戻りたいというふうに朝廷に増唱している部分があります。だから実は大江の広元、大江の広元と言ってますけども、頼朝が生きてる間は彼は実は中原の広元なんですね。大江ではなく中原なんです、彼は。結局最後の最後で、彼は大江に戻してるんで、我々は大江の広元というふうに言ってますけど、まあ、もともとは中原の広元で、近吉の、義理の兄弟ということになります。この大江の広元の次男の、毛利末光の、子孫が、戦国大名である毛利氏の祖先になります。
だからまあそう考えると、大友と毛利も実はあの案外近い、関係にはあると。まあ、血のつながりは、微妙なところですが、非常に近い、関係にあるということが言えます。大友義直ですけども、大友義直は、1172年に生誕。だから割合、あれですよね。頼朝がもう、かなり力を持ってから生誕しているというか、なるほどね。父の創世で、中原親吉の養子に、入っています。中原親吉には実子もおって、実子は親吉のあの地盤を引き継いで鎌倉幕府の管理になってますけども、その後その、子孫孫の代にも分からなくなってるんで、もしかしたら子供はなくて断絶なのかもしれません。大友氏名は、中原の近吉の養子になっていて、これはあのおそらく父親が廃人したからだろうと。で1188年に元服しています。で、頼朝の、東鏡を見ると、この義直は 無双の長寿、めちゃめちゃ可愛がられてた、可愛がられた人物で、お気に入りの人物であるというふうに言われています。今年の1189年の奥州合戦、あるいは1109年の蘇我兄弟の敵討ちの時に、功績を挙げています。特に蘇我の兄弟の敵討ちの時には、頼朝のそばに、まあ、控えて、頼朝を、守備しているという記録があります。で、1196年、鎮西奉行と、それから豊前豊後の守護職を出られ、一旦下校して、代官を置いて帰っています。で基本的に大友義直は鎌倉と京都を往復してるすることがあって、基本的に九州は、ね、名目的な、守護職として任命されてるし、あの豊後の国に、大量の所領を保持してはおりますが、多くは彼は実はどうも六原に滞在していたと。やっぱりこれ父親の、まあ、養父の、中原の近吉のつてを頼って、京都から見た鎌倉の、まあ、窓口と、鎌倉幕府の、京都窓口みたいな、役割を果たしていたみたいです。承久の乱の後、1223年には、亡くなっていて、実はあの父親とそんなに、あの養父とそんなに変わらない時に死んでます。まあ、養父より7年遅れただけで、なんか割合早死に系と言えるんですが、そんなに、まあ、年齢見てるとそこまで、まあ、早死にでもないですね。大友氏名に関しては、頼朝の烙印説が、あります。あの、これは母親があの頼朝に仕えていたこと、それから、ものすごく可愛がられたことなどから、頼朝烙印説があって、これはまあ、烙印っていうのは、もちろん大友サイドの言い分であって、大友家の系図では頼朝の、諸子ということをしてますけども、まあ、この辺は島津などとあまり変わらない、もので、頼朝も大変だと思います。大友義直のところまで一旦話を切りたいと思います。この系統は戦国時代に栄えたんですね。みたいですね、うん、大友氏はあの室町時代戦国時代ザーッとあの一族広げてますから。で、もともとは相模に領地を持ってたんですね。そうですね、相模の怒号みたいな感じだったんですか。どうもそういう感じだと思います。まあ、この近藤義成が何もわからないんで、怒号だったんでしょうね。相模の国に関係、あの中の関係なんて、中原の近吉と縁者だったことが一つのポイントだったかなと。で、この人は頼朝が挙兵したの、石橋山から参加してるんですか。中原の近吉ですか。近藤というか、大友というか、こっちのグループは。あの近藤義成さんは廃人してるし、大友さんは、あの、基本的に多分中原の近吉と行動を通してると思います。中原の近吉はこの石橋山の時にはあれですね、あの頼朝に兵士に頼朝を殺す動きがあるから奥州に逃げなさいというふうに言うてきたのは近吉さんです。挙兵以前から頼朝と付き合いがあったということですね。そうです、はい。頼朝が京都にいた頃からの付き合いということですか。それはちょっとわからないです。わからない。ここでちょっとわからないです。頼朝が伊豆で流人生活をやってる時には関係ができていたと、うん、そうそう。で、京都からの情報を伝える仲間一人やったと、うんうん、そうです。九条金田でも結局頼朝の情報をこう中原の近吉からやってるんで、あの近吉っていうのはあの九条家にも出入りしていた人物だったと。じゃあ頼朝が挙兵して力をつけてきてからは京都の貴族たちから見てもこれ大事な情報源なわけですね。そうなんですよね、うん、頼朝から見ても京都側の貴族から見てもこいつは大事なやつやと。そうそうなるほど。
で、おそらくこの近吉の多分あの推薦で広元もたあの頼朝と言ってるはずなんですよね。自分の多分義理の弟にあの、こんなあの話あるからちょっと俺の親分助けてくれと俺最近頼朝と仲ええから言って多分あのその辺の多分京都の貴族の人間何人かこうピックアップして頼朝のそばに引っ張っていったのは多分この近吉なんですよね。近吉はこれ漢人系というか文系の人間でしょ。文系の人間です、完全に。で、大友義直はこの人は文系にはいかなかったんですか。結局ただやってるところを見たら割合やってることを見たら文人肌ではありますよね。なんとなくあの京都とあのあれをうろうろしたり、一応それでもあれか、一応それでもこういう従軍したりしてるから一応武の方に入ってくるかな。高原近義とか大江広元もこれ一応御家人って言うんですか。一応御家人になる、なるでしょ。あのとまあ広元あたりのその広元の子孫になってくるともう完全に御家人ですよね長井とかあの、着流が長井で初流が、あの長男がの子孫が寒河江で、これはあの上級の乱で没落するんで出羽の国の小御家人になりますし、次男の、毛利はあの三浦氏の有力外戚になってますね。で、あの宝珠合戦で滅亡して、越後の国にいたその毛利清水の息子は許されて、最終的に河内の国に、あの鎌倉幕滅までは河内の国に所領があって、そこに引きこもってます。で、三男の、子孫が、一応鎌倉幕府の、重臣として、ことなんで、まあ、広元自身、一応御家人なんでしょうね。大友義直ですけど、はい。守護職二つ、うん。あって、武前と文後と、で、鎮西奉行にもなってというと、結構な地位についてますよね。結構な地位ですよね。何の功績なんですか？頼朝に可愛がられたからと、いうことがここまでいけるんですか？年齢から見てもそんな、功績を上げられるようなあれでもないですから、頼朝から気に入られて、そばについていたということはやっぱり大きいのと、それから中原の近吉の、功績でしょうね。父親がね、頑張ってるから。うん、で、おそらく父親はこの義直にいろいろとこう、その、両夫はこの義直に随分いろいろ多分便宜を図ってたと。以外には考えられないですね、この年齢と経歴から見たら。そうですね、戦いもだいたい終わってますね、彼が成長したときには。奥州合戦従軍ってのは多分頼朝のそばにひっついてただけやろうし、まあ、曽我兄弟の敵討ちも頼朝のそばにいたことで、頼朝を、まあ、防衛したからかといって曽我兄弟を捕まえてそうやってやっておらず、ただ頼朝そばにいただけですから、新田忠常とかとは違う。で、20代にしてもう鎮西奉行とか、うん、結構2つとか、うん、してもらってるわけだから。で、その後の動き見てても、どっちか言うたら、そう頼朝およびそれ系の側近として、まあ、あのロカラにいるとこですが、多分京都へ あのエージェント的なことやったんじゃないかなと思うんですね。別に中原の近吉や大江の広元から命出られて、京都にするスタイル役割っていうのは、多分大友氏の多分当初の姿。これ武前文後に仕事していったときに、これ荘園もたくさん持ってるんですか。それをたくさん持ってるんですか。特に文後に大量にあの中原の近吉からあの分けられてるんで。お父さんからもらってるわけですか。そう、それを。それが後の大友の地盤になるんです、うん、そういう感じですね。で、大友が九州で持ってる土地というのは、頼朝から近吉に与えられて、近吉からうん、大友に相続されたという感じですね。で、この人は一旦九州まで行ってるんですね。どうも行ってるみたいですね。だけどその後は京都鎌倉に帰ったと。あの和田の乱の時には鎌倉にじゃなくて京都にいたことが確認されてると、うん、和田下地乱とかの時には多分基本的には六原にいることが多かったんじゃないかなと思われます。で、所領には代官を置いとくわけですね。そうですね。うん。で、多分彼の場合、運が良かったのは、上級の乱の時に多分京都にいなかったんですよ。ああ、なるほど。
これは運が良かったんですよ。上級の乱の時に京都にいたら多分上皇方に引きずり込まれて、大江の広元の息子の、近広みたいになってた可能性が高いです。そうですね。あの時京都にいた人たちは上皇側に引き込まれるか、一人打ち取られましたね。そうです。伊賀光成だけはさすがに北条と義時の妻の兄なんで、裏切れなかった。裏切れなかったおかげでそこで命を落としてしまうんで。そうそう、どっちにしても京都にいた人たちは不運な目に遭ったと、うん、いうことですね、うん、この辺大友氏の運がったのはやっぱりその1221年に京都にいなかった。いたら多分大友氏滅、大江氏みたいに親父がおって、親父が鎌倉で断固叩き通すべきだ言うてくるから、まあ近広も命は助かったと。一応所領も没収されたが、小さな所領は一つを残してもらえたと。まあそういうスタートを切ったと。はい。頼朝楽院施設というのはこれはやっぱり、はい、根も葉もないんですか。根も葉もないですね、うん、島津と一緒で後になって作られた、おそらく、近世あたりな、近世がまあ戦国あたりに多分作れてるんだろうな。で、言われてるのは、実は大友氏は途中で高氏の養子になって、中原姓から、中原やったり藤原やったりするんですけども、南北朝以降、源に変えるんですよ。それの関係があるかなと。それと、その高氏と頼朝の、そのぐちゃぐちゃぐちゃになって、こういう楽院説にも持っていってると。頼朝楽院説ってたくさんあるんですか？うちもそうやとかいうのがおるんですか？多分覚えてるのは多分大友と島津ぐらいかな。あと探すはあるんかもしれない。うん、あ、足立影森もう楽院説なんですか。そうです。で、だから足立、安森は後に自分を源と名乗ろうとして、それが一つの原因になって下杉総で滅ぼされると。大友頼康1222年に生誕しています。36年に家督継承で、かなり若くで、家督に継承しています。この頼康の時代に、初めて豊後の国に、下向しています。これは蒙古襲来への対応ということで、まあいわゆる聖戦後見の典型的なパターンですね。蒙古襲来に絡んで豊後の国に下向すると。で、彼の場合は島津みたいに薩摩に行かずに筑前の国の太宰府に行ったんじゃなくて、まあ豊後の国に入ってから、まあ、文豪の国だったら結構近いから、文豪の国に行って、そこでもう準備して待ってると。1274年には、の文英合戦では取り替え方の戦いで、活躍。これは上陸してくるところを迎え撃って戦っていると。港湾合戦では鹿の島の戦いで、元軍を鹿の島から撃退するという大きな、功績を挙げていて、まあ、この頃に彼らが九州に行ったっていうのは、まあ、事実です。この後、この大友貞宗が、有名なところでは大友貞宗です。父兄定近の、死去によって家督継承するのが1311年。この辺定近から貞宗、の流れっていうのはちょっといろいろと年齢関係から見て、微妙なところがあって、もしかしたらちょっと、系譜に混乱があって、もしかしたらちょっともう一台ぐらい挟まってくるかもしれませんが、この大友貞宗の時代に、大友氏は大きなことを起こしているというのは、1333年、鎮前短大北条秀時とともに菊池武時を打倒し、菊池武時を廃止させていると。まあ、これは、商人氏とかと、こう、どうともしてますが、大友、まあ、これ、菊池からしたら恨みを残す、ね。要するに、もともとは大友貞宗、菊池武時、商人氏ならと、その三人で、北条を滅ぼそうぜ言うてるのに、結局手のひら返しして、菊池武時だけ殺されて、大友は傍観していると。で、それから裏切ったと。ところが、大友貞宗は、六波羅探題が落ちたという話が入ってくると、今度は手のひらを返して、北条秀時を滅ぼしていると。その功績で、豊後の守護職を後醍醐天皇から与えられるつうか、保証されたんですが、同年死去して、これは秀時のたたりじゃないかとか、いろいろ言われたわけですが、まあ、竹時のたたりとか、まあ、いろいろ言われたわけですけども、まあ、年齢から言うて、この兄の関係から言ったら、まあ、これから、この、1311年段階で、兄が66歳で、まあ、年齢離れてる言うても、まあ、そこそこのええ年なんで、
まあまあっていう感じですね。で次の大友貞俊ですけども、この大友貞俊は、父の貞宗と共に鎮西短大を滅ぼすこと、活躍ことに活躍しています。貞宗死後大友氏を継承した弟の氏康なんですけども、これはあのあれですよね、なぜ弟が、貞俊を飛ばしてもっと小さな弟の氏康だったか言ったら、どうもこの貞宗の考えでは要するに自分こういう博打を打つから、こういう博打を打つから、もしこれ失敗して、もし、後醍醐にかけるのは失敗して、秀時に、返り討ちになった時に、で鎌倉幕府は実は安泰だったと、鎌倉幕府は、ま、あのカウンターで大勝利を収めたという時に、あの自分は死んでも、あの貞俊やったら責任問われるけども、宇治継ぐ、まだ小さい少年の宇治継ぐやったら貞俊と貞宗はが、死ねば、大友氏は残るかなという形でやったみたいです。でこういうことやると普通は貞俊と氏継の間で関係悪くなるということですけど、この貞俊の、が優れてるなという思った点は、氏康を、補佐して、あの立花城を築いて、であの自分は決してその自分の弟、まだ少年の弟を、追い出したりとかそういうことは一切考えずに、その弟を支えるということを決めた点になります。で、立花城を築城して立花氏の祖となります。まあ最も、子供がいなくて結局あの弟の宗忠に、継がせてますけども、貞俊は、京都におって、あの剣武の神祖の頃は京都におって、高氏が、裏切ったと、高氏の、高氏が、中仙台の乱で鎌倉に行った後帰ってこないと、その時に高氏を撃てという後醍醐の命令が出た時に、高氏を討伐に出かけた日程を相談したがって箱根武吉との戦いで、に従軍しています。で、まあ、あの箱根は吉貞で、竹の下は、あの吉貞の弟の脇屋吉助という人物が総大将でしたけども、大友貞俊はこの脇屋吉助軍に、ひっついたわけですけども、その竹の下で、突然彼は裏切ります。で、高氏が手に反して、新田軍敗北の大きな原因を作ったのがこの大友貞俊ですね。その結果恨みを買った貞俊は、三期一層の一人だった結城近光によって暗殺されて死んでしまいます。太平記に、まあ、有名なシーンで出てくるんですけども、高氏を殺そうと結城近光は思ったと。で、高氏を殺そうとして降参したね、高氏が。で、応対したのが大友貞俊で、近光に対して、あの、降参人やったら、あの、とりあえず刀をよこせというふうに言われて、これはもう、あの、刀を取り上げられたら、高氏を殺すの無理やと思った結城近光は、せめて、誰か名のある将軍でも撃とうというわけで、あの、貞俊につかみかかったと。賠償論によると、貞俊は近光を殺したんだけども、自分も怪我をしたと。太平記では、近光に殺されたんだけども、近光も、高氏軍で潰されたと。これ、結城近光は、貞俊用に最初から狙いを定めたという話もあって、どれもこれも、まあ、基本的に軍記者系なんで、わからないんですけども、ただ、あの、彼が、あの、発見したのは近光に殺される。で、近光は、後醍醐の側近の三期一層と言われた人物の一人であって、小説とかでは、よう、あの、書かれますね。近光、もったいないと、近光みたいな立派な人物が、貞俊みたいなクソと、違うな、それは後醍醐にとっては痛いでというんだけど、あのこれは太平記に貞俊っていうものがかなり強骨、つまりあの軽薄な人物であると書かれていることが原因ですけども、まあ実際に軽薄かどうかは分からないが、大友氏にとっては、彼の無欲さっていうものが立派だったということはあると思います。と、南北朝時代の氏康、1321年生誕で、1333年の時には家族継承しています。あのあれですね、先ほど言ったように鎮西短大交易前に、要するにね、幼少の家族者なら鎮西短大交易で失敗しても見逃してもらえるだろうという形です。大友貞俊に支えられながら、まあ、やってますけど、大友貞、あのその自分を育ててくれた兄貴の貞俊は京都で、結城近光に、殺されてしまうと。その後高氏も、ま、敗北して、高氏は九州落ちしたときに、おそらくは元服したんだろうと。氏康の氏はおそらく高氏の氏であろうと。さらに高氏は、
まあ、大友貞利が結局自分を思って、形から言ったら自分を思って死んだ形になってますから、高氏は大友を非常に重要視して、自分の勇士に迎えています。それをきっかけに大友氏は中原氏から、源氏に、改正して、正式な場では源を名乗ることになります。中原から源に、名乗ることになります。高氏から、文後、武前、肥前、日向の守護職を与えられますが、まあ、これは一時的なものにとどまって、最終的に、大友氏に残るのは文後の守護職になってきます。ただ、まあ、後にこれ聞く、まあ、いろいろと、まあ、島津に行ったりとか、肥前は商人に行ったりとか、まあ、いろいろしてますけども、一時的にはこんだけの、大きなものをもらってるのは、まあ、高氏にはかなり気に入られた。南北朝時代が、まあ、彼は実は結構早くに家督を譲っていて、この南北時代難しい中はそんなに存在感なく1360年に死去しています。九州の南北朝時代、もっと難しかったのはこの宇治時さんですね。宇治康さんの、弟にあたります。ダムの死なんとして生まれます。少年は不明ですけども、まあ、宇治康よりさらに年下です。1348年に家督を継承してますが、1359年、筑後の戦いで、筑後の戦いっていうのは、商人と金吉の戦いですね。この、筑後の戦いで、この大友氏は、商人方について、金吉親王軍、乱朝と戦って、敗北し、大友氏の、勢力は、これをきっかけに衰えていく。まあ、これは大友氏だけはなくて、要するに北朝型の豪族さん、大概この時にやられてしまうと。で、大友氏の場合は、その後の舵取りも、例えば島津みたいに、と開き直れるほどもなかったのか、宮方として、結構苦戦しています。というのは、こういう、ことですね。宇治時の後、宇治継が、南朝方に行きます。一方、弟の誓いを北朝方に。これ、どこまで計算してたかっていうのは難しいところなんですけども、結果的にどちらに転んでも、セーフと。要するに、まあ、宮方が圧倒的に強くなって、大友氏が傾いているときには、とりあえず宮方にくっつく。ただ、宮方がどこまで行くのかわからない。現に、10年、筑後の戦いの10年後には、没落してるわけだから、そういうことで、この誓いを北朝方に行きます。で、今川良心に従って、誓いは頑張りますけども、後に、今川良春を懺悔して追放するなど、なかなか作詞を演じています。で、南北朝合体後は、近代から近継ぐ、近継ぐから、持ち直うというふうに、こういうふうな形になっています。大友持ち直は、商人光貞とともに、大内盛春を、討ち取るということで、室町幕府との関係は大変よろしくない時期が続きます。大友氏、実は九州では、室町幕府との関係は難しいものがあったと。まあ、この大内盛春を討ち取ったことで、完全に、この持ち直は逆賊と、認定され、吉持の頃にもうすでに、逆賊なんですけど、盛春を討ったのは吉持の頃ですから、その後、足利義教は、この持ち直を許さず、近継の、息子の、近綱に与えます。さらに、この持ち直は、大友持ち親の討伐軍に敗北して、大内氏は、森春以降、筑前の国に、非常に、大内氏っていうのは、こだわりがあったんですけども、この持ち直の頃に、北九州での勢力を、失っていくということになります。大友近重の人物を見ていきますと、大友持ちのともに、幕府に、抵抗するのはこの近重です。この持ちのとともに、この、近重は反幕府型。幕府型が近綱だということになります。こういうふうに、二つに分裂して、さらにややこしくなっていると。いうのがこの室町時代の大友氏であって、まあ、大友氏はそういう意味では、いわゆる守護権という面では、もともと菊池氏に比べると、鎌倉時代以来大量の所領を持っているということで、有力にはなるんですが、
この頃は2つに、家督が分裂して、まあ、南北朝の動乱でうまくいかなかったのが、その、まあ、割り送って、まあ、苦労している時期になります。この近重の時に、実は、一旦は兄の大内近綱、あるいは一門の近隆と、戦闘する、いうことになります。足利義教の頃に、義教、これ、ウィキペディア見ると、この菊池持友、まあ、こいつが義教の、まあ、お気に入りだったんで、この菊池持友に、筑後を取られるとか、いろいろ苦労するんですけど、どうもこの菊池持友さん見てみ、調べてみると、これ、畠山光家のが取り次いだよ。多分、光本ではなく、じゃあ、義教ではなく、おそらく畠山光家が、ずいぶん動いてるなという気がします。三重って結構露骨に自分の、関係者のために、口利きを図るし、まあ、室町幕府の当時の宿老出走の中でも一番発言力ある人物ですから、この、三重がもしともと組んだ段階で、まあ、大友にとっては非常に苦しい時期が続くというのは、まあ、見られるかなという感じですね。結局、最終的に近隆、要するに、まあ、この娘と、それが近重が、結婚する形で、この近代系と、それが氏継系が、近重の代に、最終的に統一される。こういう形で、まあ、大友氏、分裂した大友氏が、一応、統一されるというのが、この義教の戦いの後ですね。1044年、まあ、足利義教って引っかき回された幕府も、義教の動きから、先に進もうという時期です。で、1160年代には、前回とかしばしで出てくる、この朝鮮王朝への献身、いわゆる気髄現象というのが起こって、観音現象、つまり気髄現象が起こって、みんなが一斉に、朝鮮王朝に、まあ、献身に行く、そういったムーブメントにも参加しています。で、応仁の乱では、東軍に参加するという形で、まあ、室町時代を一応こうやって、まあ、乗り切ったのが大友氏です。まあ、一応、室町、応仁の乱の頃には、とりあえず、一本化、家督を一本化して、まあ、次につなげていってると。いう形で、やってます。ということで、一旦、話を切りますと。これ鎌倉幕府が滅びるときは、一回裏切ってるんですね、この大友というのは。そうですね。で最初は鎌倉幕府側にいて、うん。で、裏切って、鎮西武教を攻めたと、なんですね。で、その時に、それがギャンブルだから、ヘッジしとこうと、保険かけとこうというわけで、家督を。うん、家督を小さいやつに継がして、うんまあ、ここですね。要するに、本当はこういう兄貴分がおるのに、こっちに継がせると。で、南北朝時代に、北朝型と南朝型に分裂するという、まあ、リスケジュールをあちこちかけまくっていて、で、ここはうまくいったけども、ここは OK やけども、ここは最終的に NG になっちゃったという感じですかね。まあ、1回目がうまくいったのは、うん、この人の、まあ、性格があるでしょうね。まあ、兄貴の方が弟に対して譲ったということなんですね。そうですね。ここのところで強欲になって、このまだ小さいこの氏康を俺が乗っ取って、大友家の宗家になってやるんだということをしなかった。ここ結局、ギャンブルに勝ったわけですよね、貞俊は。そうですね、うん。で、ギャンブルに勝ったのに、弟の方に。言ったんだよね。そうですね。そこがなかなかできないですね。そう、自分ギャンブルに勝って、美味しいところ取ったんやけども、ちゃんと弟に全部、弟を補佐するという、身を引くというのは、なかなかできないゲートですね、これ。で、これ、新田義貞に従って、鎌倉の近くまで攻めていったところでもう一回裏切ってるんですね、この人は。そうですね。まあ、木を見るには、ものすごく敏な人物でもありそうやね。ものすごく、情勢を見るのは上手い人物だと思います。これはでも結城近光怒りますよね。まあね、特に入って戦いが始まる前にね、肌色は明らかにともかく
新田でついていったわけでしょ、新田軍の中に。そうそう、ずーっとついていって。うん、で、高氏が突っ込んできた瞬間にあれですから、これどうもね、箱根武田の戦いって、結局、忠義、最初は高氏は出陣せずに、忠義は一人で出陣して、で、まあ、吉田にボコボコにやられてるところに、高氏はいきなり覚醒して、竹の下に突っ込んでいったんですよね。だから、竹の下の戦いってのは、実は、あんまり戦闘準備できなくて、宗義親王もおったんですよ。そういうところに、高氏は突っ込んできたら、いきなり後ろから、忠義に撃たれたと。それはまあ、近光起こりますわな。この三鬼一掃の最初に死んだ人物がこの近光です。で、三鬼一掃はこの1336年全員死ぬという、まあ、近光に始まって、そこからわずか数ヶ月で全員死んじゃうという、なかなか悲惨なですね。あとね、大二段のところでね、ちょっとね、大友から外れるんですけどね。はい。大二段のところの動画を作り直しててね。はい。あれ、大内政広でした。はい。大内政広ですね。はい。彼の部隊がすごく強かったんですね。そうですね。大内政広って大軍を率いて京都乗り込んでいきますけど、大友とかそういうのは乗り込んでいかないんですか？乗り込んでいかないです。九州中での戦い、九州中で、まあ、東軍に次ぐ、総軍に次ぐ。まあ、基本的には九州は、大内氏が西軍についたんで、それ以外の人はみんな東軍に行くっていうのが多いですね。小児とか大友とかみんな東軍についてるのは、おそらく大内政広が西軍だったから。関ヶ原の時もね、関ヶ原に行った連中以外に、地元に残ってね、うん、隣が出かけて行ったから、空いたからそこ攻めたれとかってしたやつ言ったりますよね。はいはい。この際、領土拡張だと書いて。うん。で、大仁の乱の時ね、大仁の乱が京都で行われている時の地方での戦いっていうのはあんまり聞きませんよね。あんまり聞かないですね。みんな基本的には京都に行ってるやつが多くて、九州は大内あんだけ連れて行ったのにまだそれでやられないっつうのは大内の凄さですね。凄みですね。いや、大内がもう、前代未聞、大軍を連れて京都に行って、京都一発で制圧してる、そのそばで、大友と小児と、それから、対馬の僧、彼らが、一斉に殴りかかっても、結局彼らが負けるという、大内の強さっていうのは、あれ、なんでこんなやつやろと思うけど。大内強いんですね。強いです。実は九州の、北九州は基本的に大内 VS 他のやつらですから。さっき先輩言いましたけど、京都に主力部隊を派遣していても、残存部隊でなお負けなかったんですね、地元で。そういうことですね。関ヶ原の時って主力部隊を出した連中って、地元がガラガラになったら、よそのやつが攻め込んでくるっていっぱいありますよね。うん。大内どんだけ強いんだ。最後の最後、大内政広が足利義政と交渉して終戦を始めるんや、うん。そうなんですね、あれ。結構あれ、大内政広をな京都から帰ってくれんことにはあかんわけですね、あれ。うん。ここになんていうのは。まあ、この人がキーパーソンなんかと。朝鮮との交渉を。がやっぱり大きかったんかな、金では。あ、大内はね。うん。大内氏は朝鮮との関係深かったですからね。でさっき大内森春でしたっけ。はい。この人、九州へこう戦いに行ったんですか。殺されてますよね、九州で。うん。花見してる時に殺されたんで、まあ、大内氏はこの森春の頃に筑前に相当力を持っていって、で、全く油断してるとこやられたみたいですね。花見中になんか確かやられた、主演中に確か殺されたはずです、こいつ。大友将に連合軍に殴りかかられて。花見なんかしてるということは、これ、戦争中ではなかったわけですね。そうです。だから森春からすりゃ、もう、全然、もう油断も油断してるところですね。まあ逆に言うと多分あれでしょうね。筑前を俺が抑えたっていうためには、そんなガチガチにやるんじゃなくて、
もう、ゆったりやってる。で、おそらくその気の緩みを肥前と武前、文後の人間があの殴りかかったと。で、大内、この森春が討ち取られても、ビクともせんかったんですね。いや、実は森春を討ち取られた後、ちょっとね、揉めるんですよ。内紛起こるんですよ。で、結局、大内望広と大内望雄の、両者が、森春に息子がいなかったんで、森春の甥同士で戦争を起こって、最終的に大内森春の兄大内義弘の息子のこの大内持雄が室町幕府のバックアップを受けて、家督をかっちり固めるまで5年弱多分ちょっと大内氏動揺してます。だからこの大内持雄は義則に、まあ手伝っても助けてもらったという恩があったんで、彼は柿須の乱で死ぬんですよ。で、柿須の乱で死んだ後、死んだ時にはそのまま持雄の息子の範弘が、しっかり後を継いだんで問題は起こらなかったと。ただ早死にですね、大内持雄、範弘、正弘と割合短期間の間に家督がぐるぐる変わってるから、短命ではだかな。結局だから家臣団が持ち寄以降家臣団ががっちりと固まったんだよね。これだけ当主が交代してるにかかわらず、正弘の時に大内藩にあれだけ大軍を派遣するぐらいの実力を持ってたんですね、この大内。そうですね、うん、であの時正弘も若いですね。うん、応仁の時は、まあ、名前見ても義政から名前をもらってるぐらいだから、かなり応仁の始まった時にはまだほんまにティーンエイジじゃないとこの政の名前入りませんもんね。まさか義政に名前もらうとすればね、うん、そう、それもちょっと年いくと名前がこちらになるんですよ。重なんとかさんになるんですよ。義政の最初の名前は重ですから、だからまさに義政に変えてから、まあ、名前もらってるってことなんで、ほんまに応仁の乱の多分10年弱ですね。細か、で、なければもうちょっとあれ、年いくと勝つなのね。だから細川でも勝本、重幸、政元。で、政元なんかは、応仁の乱の時はまだ1歳とか2歳ですからね。その政元も義政からもらってるんですね。うん、そうですね。だから勝元はこれ義勝からもらってるんですか。義勝です。大仁の乱にこう九州の連中が参加してませんよね。メンバーに出てこないですよね。大内氏が出てきませんね。もう大内氏には攻め込むことで頭いっぱい。相良なんかは上京してる、してますけどね、相良さんは。多分大友は上京する余裕ないと思いますわ。じゃあこう西日本地区の勢力関係は大内一強と残りが対抗という、うん、そういうパターンになってるんですね。そうですね、九州地区というのは、中国九州というのは、うんうんうん、瀬戸内の海運をめぐって細川と大内が競合してるんで、まあ大内は当然反細川に回る。で、それに対して圧倒的な力を持つ大内、大内持雄の頃の、九州は結局この、この持直の後ですね、この辺りの、大内九州の、勢力というのはこの大内持雄、圧倒的な大内持雄を室町幕府は強力にプッシュすると、特に義則はこの持雄を強力にプッシュするんで。で、大内持雄、この吉野のプッシュやるってことは、これ、九州短大渋川市のを一応、まあ、使えるんですよ、大内は。うん、室町幕府の、オフィシャルなものは、一応大内市で、こういう大友みたいなやつが、大内に反発を持つ小に、小に、あるいは大友持つのは、まあ、基本的に悪者と。幕府から見ればね。うん。吉野家から見れば、大内が幕府イコール幕府なんですね。そうです。で、こいつらだから、まあ、いわば逆賊と。そこに書いてある、その大内持雄、
あ、そうか。これは大内盛春を討ち取ったから大内持代が敵討ちね。敵討ちにね。で、その時幕府は大内の方が正しいと言ってるわけですね。そうです。それに対して畠山光家なんかは、持代と、この商人大友のためについては、視線であると。光家はこう言うし、吉野家は、いやいや、これは幕府の戦いだと言うし、実は室町幕府もこの頃結構ぐちゃぐちゃやってて、本郷さんはこれについて、光家っつうのは、事なかれ主義だったからだったんだけども、どうも見てると、畠山さんはどうもこちらに肩入れしていますね、どうやら。この菊池の取り次ぎであって、大友に関しても結構やってるみたいで、多分三井家はこちらに肩入れしていて、だから室町幕府もなかなか難しいですよね。畠山三井はこちらに肩入れするし、吉野は持代に肩入れするし、で吉野はとりあえず将軍の命令で大内を全面的にバックアップしてやろうと。いうふうに動かないけど、三井が反対してなかなか動かない。で、永享5年に三井が亡くなるんですよね。で、三井の息子の持国が追放されて、畠山の力が衰えたところにおそらくこれが起こるんじゃないかなと。あ、持代の討伐軍ね。うん。なるほど。本郷さん、その辺はあんまりそういう背景、三井に関してはもうあんまり評価高くないから、あ、こいつはことなかれ主義でぐだぐだしてるだけやけど、いや、見てるとそんなことなかれ主義というよりはこいつ野心家やなと私は思うんですよね。この後はカキスの乱で吉野家が殺されちゃったからです。そうですね、殺されなければ吉野大内が組んで九州でブイブイやったらこれやばいですね。小児とか大友とか菊池とかやっぱりですね。特に大友、うん、大友と翔、翔にはもう、吉成を殺されてもやばかったんだけども、大友もやばかったですよね。翔には結局、これ川添翔士さん、九州大学の川添翔士さんは、この翔にっつうのは、あまりにも官僚化、文官化してしまったために、いわゆる戦国とか守護大名としての、守護権が弱くて、それだけに、貴殿の国をきっちりと守りきることができなかったというふうに歌って、まあ、おそらく翔にはそれでやばかった、大友は そこのところが、まあ、頼朝以来のあれを持ってたんで申し答えられたと。ただ吉成はそのまま死なんかったら確かに翔にも大友も、まとめてやばかったなと。大友近重の次は大友正親になります。こういう感じになりますね。大友正親、近重の、息子にあたります。1144年に生誕し、73年に義政の返記によって、正親と名前を名乗って書いてます。正親の代には大友としては大内との関係じゃない、だから大内政宏の妹と婚姻せざるを得ないと。で、この頃から大友氏には大内氏の影響力が大きく及んでくることになりましたがって、そうなってくるとこの大内政宏の大内氏からの、大内の血を引く、義介に、家督を継承すると、いうことですけども、これは結局、大内氏との関係をどういうふうに取っていくのかという対立なんですね。おそらくだから正親が、義介に、後を継いだというても、おそらく本心からじゃなく、あくまでおそらく大内氏からの圧力があって、この関係が悪くなると、ですね。大内義行のもとに、まあ、正弘の息子の義行、ほんま大内氏は早死にが多いですね。もう気がついたら義行のになってますから、義行のもとに、逃亡すると。こうなると話がややこしいのは、この義介は大内氏の傀儡なり、名誉の政変後を足利下に従うと。この名誉の政変っていうのは、あれですよね。足利義胤と足利義胤を細川政元が、追放して代わって足利義澄を、つけたという事件ですけども、この時に、政元は義胤を逃がしまして、この義胤は大内義行のもとに、逃げると。で、そこから再び京都を目指して、戦う。
で、この時に、大内氏と関係の深かった義介は、この足利義隆に従うと。だから、義介、その前は、名前、義隆の、当初の名前である義木の名前、木の名前を受け継いでます。確か吉が名前たんです。後に、義って名前を拝領して義介になってますけども。これが、実は義政親との対立点になって、正親は、吉住の方に行くんですね。結局、まあ、この名誉の戦で、まあ、大内が、この吉種を担ぎ上げれば、結局、大友はやっぱり吉住に行くと。で、吉助は追放されると。1196年、名誉の政変の頃に吉助は、亡くなると。これは暗殺説もあります。この正親が、再度家督を継承していますけども、正親は、大内氏との関係が決裂したのをきっかけに、筑前の大内領を、取り返そうとして、目指すんですが、まあ、この大友正知がほど慣れてはいないと。遭難してしもて、なんと長門の国に漂着すると。少人数で長門の国に大友正知が攻め込むぞって火を流されていったらどうなるか言ったら、火を見るも明らかで、彼はもちろん大内義興によって処刑されてしまうということになります。まあ、一番行っていけないところに漂着してしまったという、ここまでうぬれわれつはなかなかいないだろうというふうに思います。義助も、正親も死んで誰もいなくなったと。で、そこで登場してくるのが大内親春であって、正親の弟です。親重の五男として1161年生誕、してますから、正親のだいぶ年下ですね。出家していたけども、還俗して、正親を補佐してます。で、義介と正親の死後、その混乱を収拾して、まあ、一旦大友氏を継いだ後、嫡子の義長を、立ててます。で、やったことは、まず一つは、親春、義長、この、両者による、まあ、大友氏。親春の場合、自分が亡霊であるということもあってか、まあ、基本的には自分の息子の義長をこう、立てて、自分は、バックアップに回るという形を取っていたと。まずやったのはここですね。足利義胤から吉住に、はっきり乗り換えて、大内氏との戦いを鮮明にすると。ところがこの栄翔の錯乱が起こると、この栄翔の錯乱というのはあれですね、細川政元の、細川家の内紛争いであって、細川政元が、倒れて、この、細川政元の暗殺、それに伴って、吉住が、立場が悪くなると。それを経て、最終的に、吉種が、再び復活する。で、こうなってくると、大内氏としても、この吉種を、擁立して京都に行くときに、後ろに大友がいるのはいかにも気持ち悪いということもあってか、大友としても、このまま逆賊でいても先は知れてるということで、まあ、お互いウィンウィンの関係で、義興と、大友親春義長の、まあ、和睦が、成立。まあ、一旦ここで小康状態に入ります。大内と大友の対立っていうのは、親春のひ孫、義興の、息子の代まで、とりあえず抑えられると。この大友親春、大友義長は、菊池氏の内紛に介入します。まあ、菊池氏、内紛が続いてましたが、この内紛をして、菊池正孝を自陣させて、麻生家から、乗り込んできた菊池武経を支援すると。で、菊池武経が追放された後は、義長の弟の大友重春を菊池氏に入れると。これは菊池義武ですよね。で、これを、手こ入れにして、大友氏は、肥後への進出。だからまあ、筑前に関しては、この段階で、義興との和睦の段階で、大友氏は筑前への進出を諦め、肥後への進出に切り替えていくと、いうことになります。1518年に、義長は、死去しますけども、彼は、義長上場という、文国法の、前身を設定。ただ、義長上場というのは文国法というよりは、どっちか言ったら、家宝の方に違いますね。つか、家の普段の、日常のキーのことをやってる、そういう、関係で、まだ文国法というほど、まあ、法的な意識さえはないんですが、
そういう家中の、問題について書いてると。でも40歳の若さで死んで、で、あのだから吉永の方が廃止したんで、近春はですね、あ、そうか、吉種を料理する、吉沖の交易は、ここで一旦また僕は崩壊して、吉沖を破って、あれですね、一応北九州、吉沖、結局九州は、最終的に吉沖は、筑前は抑える、確保したんで、ですね、とりあえず、文後の国は、吉沖の攻撃から、まあ、守ったと。この吉永の死去をきっかけに、吉沖との対立に一応とりあえず、決着をつけて、まあ、大友氏はとりあえず豊後、肥後、そっちの方面に力を伸ばしていくと。だから北の方じゃなくて西の方に向かっていくと。で、孫の吉明を、擁立して、まあ、この近春、吉永、吉明、この頃に戦国大名化が進むと言われてます。この吉明、ただこの、一応今日はここまでなんですけども、この後の流れを一応、説明しておくと、吉明は、まあ、一応戦国大名として、この吉永の遺産、吉永近春の遺産を引き継いで、領国化を、進めていくんですが、内輪もめに結局彼はやってしまうんですね。一応後を継いだのは次男の吉重なんですけども、三男に継がせようとして、家臣団の分裂を引き起こして、吉明も殺されてしまうと。その後、まあ、この吉明が死んだ、その、あれもあって、吉重、吉宗と、続きますが、まあ、家臣団との対立に悩まされた、時代、さらに、吉明、吉重、吉宗、それぞれなんか、課題を抱えて、大友というのは意外と、宗麟の頃には、うまく、すでにうまくいっていない状況が続く。その辺は、まあ、次回に見ていきたいと思います。これ、将軍ナースに負けた方も、これ、大内の武力を頼って逃げてくるわけですが。そうですね。吉種は最初、越中に逃げたんですね。で、越中ではどうにもならんということで、最終的に大内に逃げると。結局、細川と対立し、最も対立するのはやっぱり大内なんですね。の乱の後、大名たちみんな地獄に帰ってしまって、まあ、京都のことは細川だけなんですけども、その細川と戦うモチベーションがあるのは大内だけだった。別に大内にとっては京都はどうでもええんだけども、細川が力が強いと瀬戸内海の海運が競合するわけですね。だからできたら細川を潰したいというのが大内ですね。細川っていうのは堺から三木阿波の辺を押さえてるんですよね。そうです。東瀬戸内海を。うん。で伊予の国をめぐって両者争うんですよ。伊予っていうのは誰が将なんですか。細川と河野で争ってます。伊予を細川が押さえると、北川は大内だから、ここでガチでぶつかるわけですね。そうですね。西瀬戸内海の利権で、はい、瀬戸内海の西の方を抑えてしまうと海賊州をこう結構取れるから、その先の方まで、で秋の国とかビンゴの国あたりが結局山名ですが、この頃になってくると山名さんも田島の国に一本化していくんで、ほぼがら空きですからね。今田島行ったらね、一番人口少ないとこなんですよね。あ、そうです。かつの兵庫5区言うんですけどね。はい。いつでもね、一票の格差あいたらね。うん。でも兵庫5区出てきてね、人口こんな少ないのにとか言ってね。いや、そういうことで、今そこはね、人口が少ないことになってるますけどね。はい。かつてはあれ、田島は大国屋とかなんかで、いいとこやったんでしょ、律令の頃は。そうです。でこの頃も山名がね、田島に本拠地を持っていくってね、なんでやねんと、あんなとこあかんのちゃうかと。でも今の感覚からしたらね、秋を捨てて田島行くってのは信じられへんでしょ。いや確かにおかしいやろうと。うん。瀬戸内に話戻すと、伊予と周防か、そのあたりの政界権を取ると利権が大きいんですね。うん、そうですね。で最終的にこの問題は大内が
あの細川に勝つんで、あの最後追うあの細川は、あの確か土佐の方から回りますよね、県民線。あ、通れなくなっちゃうんですか。そうそうそう、だから土佐ルートになるんですよ。で土佐はあの細川慶長家の領国ですから。で、あの寧波、ね、忍法で最後殴り合いすると。あ、土佐回って九州の南、薩摩もあるんですか。そうそうそう、薩摩を通ってるんですよ。ああ、外洋ルートで行くんですね。うん、もう関門海峡は完全にもう大内を押さえちゃってますからね。大内があの長門とあの筑前を押さえるってことは、関門海峡を完全に大内が押さえちゃうって意味ですから。で、博多も取っちゃうわけですね。そうですね。で、大友津はそこが欲しかったんですか、筑前へ。おそらく そこでしょうね。で、あの武前の場所から考えたら、武前からあの、朝鮮半島に行こう思ったら、筑前取らないと、筑前取るか大内にごまするかですよね。文後からこうギューッと南回るのめんどくさいですから、文後からあれですよ、大内と手を組むか、大内から筑前を取り返すか、もぎ取るか、うん、でも大内も関門海峡から博多の辺は手放さないと。大友は我々は考える以上に、まあ概要的、まあ出なければ、ザビエルなんかを読んだりしないか。大友は本拠地文後ですから、今でいうと大分市ですよね。そうですね、うん、あの文後の府中、大分市ですね、まさに。大内は山口ですね。山口です。山口というのは実際にはあの豊富ですね。大内屋敷自体は現在の豊富市。いや、大内文化は山口だってね、教科書に出てるんですけど、うん、大内義隆自身は山口にあるもんというか、まあ、もともとの本拠地は豊富で、豊富、山口、この辺りをこう押さえて、おそらく日本海ルートと、それから日本海側と、瀬戸内海、両方に南を引っ越したんですね、山口ってのは多分。なんでこんな山でちょっと中に入っとるところにね、拠点を置くんかなと。豊富っていうのは海沿いでしょ。海沿いです、うん、あそこいいとこですよね。あそこいうとこですね。私も一回だけ行ったことあるけど、大学のあの研究室旅行で。やっぱり大内市の寺関係とか、大内の敷屋とかあるんだ、そこ。で、確かあの、観光とか、あの、あれがあったんじゃないかな。まあ、最後に、水軍ですけど、大内や細川や大友というのは、水軍は持ってるんですか？大内は、やっぱ村上水軍とか、把握してますから。あとで、毛利が、組織するあの水軍。そうそうそう、毛利は基本的に大内を引き継いでると考えたらいいかと思います。細川家って水軍持ってるんですか？持ってます。細川の水軍はなんかあのやっぱりあって何やったか、あの村上水軍は確かあの最終的に大内系になっていきますけども、もちろんあの細川も水軍持ってます。細川の水軍ってあんまりねイメージがねわからないですよね。室町自体は、あの、かなりやっぱり、実は、あの、我々考えるのに実は海のに、あれなんですね、細川って。結局四国を中心やから。だから小豆島付近とか、ああいう、あの、讃岐あたりの、水軍、それから、あの、土佐の水軍とかは細川ですね。土佐、阿波、讃岐。それから備中、あたりに、領軍持ってるから、まあ、実は細川って結構水軍なんですね。なんかあまり確かにイメージわかんないけど、大友は一応持ってるはずで、そんな多分あの大内とか細川みたいな大規模な水軍ではないと思います。一応別府湾を中心としたあれで四国と九州の間とかのこういうあのまあ日向の方から入ってくるルートとかは多分押さえてるはずやから、まあそれ相応にはあったはずですけど。大友について書いた新書とかあるんですか？ちょっと見当たりませんね。入門書ってどうなになってんだろうという、なんかあまりなかったような気がしますね。新書ぐらいでね、軽く読めてよくわかる。あの割新しい研究でアジアン戦国大名大友氏の研究9900円とか。それは高い。文語大友氏7150円とか、そんな違いありませんね。大友氏で調べたら、うん、大友総理歴史群像デジタルアーカイブス。大友氏に関してはあのそういう扱いやすい新書というものは出てきませんね。